政治資金パーティーの収入を収支報告書に過少記載していた疑惑をめぐり、園浦健太郎議員が衆議院に議員辞職願いを提出しました。園浦議員の関係団体の収支報告書には、政治資金パーティーで得た収入を4000万円ほど少なく記載されていた疑いがあり、東京地検特捜部が、 団体の会計責任者と園浦氏の刑事処分を検討しています。先ほど、園浦氏の秘書が細田衆議院議長宛に議員辞職願いを提出しました。自民党からも離党する意向です。園浦氏は麻生副総裁の元秘書で2005年の衆議院選挙で初当選し、外務副大臣や総理補佐官を歴任しました。 麻生派に所属していて麻生副総裁の側近としても知られています。